はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はこのファットボブ FX FBS でちょっと出かけています。いや、すっかりもう寒くなって結構着込んでバイク乗ってます。今シーズンはね、この去年買ったユニクロとジルサンダーのコラボの MA1 ジャケットが結構調子いい感じでよくね着ていますね。すごい暖かくていいです。なんか今年もユニクロと、ジルサンダーの MA1 のジャケットで出たんですけど、多分ねそんなに分厚くない感じの質感なんで、まあ、去年のものがね結構バイク乗る自分にとっては結構マッチしてる感じに思えます。はい。で FX-FBS も、調子いいですね。ちょっと前に洗車したんでもうピカピカなんで、やっぱり今ねあのガレージ保管しているのであんまりこう風とか雨とか当たることないんで、結構綺麗に保管できていい感じかなって思ってます。今日なんですけども、今日はハーレーの話をしようかなと思います。ハーレーのファミリーの中でスポーツスターファミリーというのがあって、その中でね、まあ、空冷のエンジンが2021年48とかアイアン1200、あとパパさんですね、アイアン883とかが出ていたんですけども、なんか2021年で排ガスの問題でもう最後のリリースになるんじゃないかっていう話がされていて、結構スポーツスターの予約がバーって入っちゃって、かなりね早い段階で予約が打ち切られてしまったんですけども、まあもしかしたら2021年にも、リリースされるかもしれないっていう、まあリークの情報ですねが最近出回っていて、そしたらまあ2022年のモデルが多分最終になるかなと思っています。で排ガスの問題でいうと、2022年の10月まではまあ新車でね売っていいという、まあ、猶予期間があるんですよね。なんで2022年の、まあ、10月までは売っていいという、まあ、法律があるので、制限とかなんで、まあギリギリまでねハーレーとしても売りたいと思うんで、まあ、来年出てもおかしくないなとはねちょっと自分は思っています。アメリカはその日本と排ガス規制が違うので、アメリカはね来年以降も、スポーツスター出るみたいです。これもまあ確定ではないので何とも言えないところなんですけども、まあ出る確率が高いと。でもアメリカは基本的にスポーツスターというそのまあハーレーの中では比較的コンパクトな車体のバイクってあんまり人気がないみたいで、やっぱりこのソフテイルシリーズとかもっと大きいねツーリングモデルっていうのがあるんですけども、まあそういうのがねやっぱ主流みたいで、今年の秋もまあ若干スポーツスターがまた再入荷というか入ってきた時期もあったんですけども、まあそれはなんか一部の説によるとヨーロッパで余ったスポーツスターがまあ日本に流れてきたっていう感じみたいです。まあ日本はねこう道も狭いし信号も比較的多いので、スポーツスターがね結構マッチしてるんですよね、その交通事情と。なのでまあ他の国で、ね、売れなかった、スポーツスターを日本に持ってきて売っちゃおうっていう感じで進んでいたのかなと思います。一部ハーレーのディーラーはなんか先行予約みたいな感じで、まだ全然ねあのハレーラビットコンジャパンからオフィシャルな情報は入っていないんですけども、まあ、ディーラー的にもね少しでも売りたいなっていうのはあるんで、先行予約みたいな形で受け入れてる、ディーラーさんもあるみたいです。まあ、全部のディーラーさんが先行予約やってるかって言われると、まあ、ちょっと何とも言えないんですけども、まあ、一部のねハーレーのディーラーは先行予約やっているみたいです。まあ、個人的にもスポーツスター、まあ、空冷ですね。空冷のスポーツスターは2022年モデルが最終になるかなとは思っています。もうまあ、これ別の動画でも話しているんですけども、やっぱりそのエンジンがもう30年ぐらい前からほとんど変わっていないので、いい加減ねそろそろ排ガスにも耐えられない状況になっているのかなと思います。まあ多分来年はスポーツスターが
ポーツスター S という、登場してくるので、まあ、そのバイクと空冷ですね、空冷の最終モデルになろうと言われているスポーツスターシリーズがリリースされるっていうことで、なんか面白い年になりそうですね。今までこうずっとハーレーのスポーツスター空冷ばっかりだったんで、その中にね水冷と空冷が混じって販売されるっていう、まあ、レアな1年になりそうな気がしています。まあ、自分も先日ね 1200L XL1200L をまあ手に入れてね、スポーツスターなんか面白いなーってやっぱ思いますし、それと同時にあのこのスポーツスターがねもうなくなってしまうのかなーって思うとちょっと悲しい部分もあり、まあ複雑な気持ちなんですけども、まあでもまあね地球の環境を守るっていうところがやっぱり必要になってくるので仕方ないかなと思います。まあアメリカでもスポーツスター売れていないので、多分このままアメリカでも空冷のスポーツスターはフェードアウトしていってしまうのかなとはねちょっと思っていますね。まあ今話している内容すべてオフィシャルから出ている情報ではなくて、なんかアメリカのサイトとか、まあその辺諸々でリークされている情報なので不明確なので、あんまり真に受けないでさらっと聞いてもらえれば嬉しいかなって思います。そんな感じでね、今日は、2022年スポーツスター販売されるのかどうなのかっていうところをねちょっとお話ししてみました。まあ例年ですと、もうハーレーのね2022年というか、まあ、次の年のモデルの発表はされているんですけども、まあ今年ね2021年のモデルの発表がだいぶ大幅に遅れて1月に行われたので、今回もね2022年モデルの発表は結構遅くなる、まあ、年内いけるのか、まあ、来年になるのかちょっとよくわかんないですけども、結構ギリギリになってくるのかなと思います。このチャンネルでは、バイクをはじめ自分が興味あることをご紹介していきますので、いいねやチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。はい、そんな感じでもうちょっと話して見ようかなと思います。今はねここ環七通りというところですね。結構比較的大きい幹線道路で、週末なんでトラックとかはあんまいないですけど、普段はねトラックとか結構いっぱい走ってる、道路になります。まあ信号ちょいちょいあるんですけども、比較的こう流れができてる道なので、自分はよくねこの道ブラッと走るときには走ってます。そうですね、2022年モデルハーレーダビッドソン、まあ、どんなねモデルが出てくるか個人的にもねすごい楽しみなんですよね。さっき話した、水冷のスポーツスター S というバイクなんですけども、それのねカフェレーサーモデルがねちょっと出るっぽいような話というか、まあ、写真もね実際出ていて、まあ、販売される車両なのか、それともまあカスタムしてこうなってますよっていう車両なのか、ちょっとよくわかんないんですけども、新しいね、水冷のスポーツスター S か。それをベースとしたカフェレーサーがね、結構かっこよかったんで、もしね、出たらね、ちょっと見てみたいなと思いますね。いや、ローライダー S とかもね、いつまで出るのかなって感じなんですよね。もともとローライダー S って、ダイダの時は2年間しか出ていなくて、で、今、ローライダーはローライダー S しかないんですよね。 S がついてないローライダーはもう今売られていないので、新車ではなので、まあローライダーが復活するのか、それともローライダー S がそのまま継続されるのか、どっちかなって気がするんですよね。まあでもね、実際ローライダー S ね、やっぱかっこいいですよね。自分もまあ、数ヶ月ですけど持ってましたけど、すごいね乗りやすいバイクでね、かっこよかったですね。確かソフトエールシリーズの中でもね一番売れてるのはローライダー S って言ってましたし、まあ、ブレイクアウトが来年出るのか出ないのかね、まだその辺も分かっていないんで、まあ、ブレイクアウト好きな人はねブレイクアウト買った方がいいと思うし、アメリカではもうねブレイクアウト売ってないんで、なんかこう国によってね売っているシャツが変わるっていうのがなんかね面白いなと思いますね。でも日本はねハーレーね安いんですよね、基本的に他の国に比べると
まあアメリカは別ですけど、結構ね価格頑張っている感じですね。多分アジアの中で一番安いのかもしれないですね。東南アジアとか行くと結構 1.5 倍ぐらいの価格で正規の値段出ているんで、まあ、関税が違うんで、まあ、ハーレーに限らずベンツとか、まあ、外車に関しても東南アジアは基本的に高いので、そういう意味では、ね、日本は結構優遇されている国だなと思いますね。そんな感じで今日はスポーツスターの話をしました。また自分がね持っている 1200L も、まあ、メンテナンス進めているので、そちらの動画も上げていくので、よかったらチェックしてみてください。ではでは。